しほにゃんのくまの天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日はシュノーケルの楽しみをお届けしたいと思います。土曜日日曜日と天女座カフェを3時までやってから、友達と一緒に市浦というところでシュノーケリングをしました。天女座から車で本当に5分ぐらいですぐ行けるところです。ここは元原発の予定地だったのですが、漁師の皆さんとか住民の皆さんが反対して白紙撤回をされた場所です。市浦公園には野外ステージができています。暑い夏、シュノーケリングは本当に最高です。私の女友達もシュノーケリングを知らなかったのですが、先日タツジーがシュノーケリングを彼女に教えてくれて、彼女もすっかりハマったようです。私はシュノーケリング歴はもう30年ぐらいです。この海の中にはコバルトルリスズメとかキビナゴの大群、今日はクマノミなんかもいました。沖縄ほどではないんですが、海の色は本当に綺麗で、熱帯魚も特にコバルトルリスズメは青いサファイアの粉を海の中に撒いたように綺麗です。もちろんアタシカ海岸の白砂もとても素敵なのですが、私はシュノーケルで熱帯魚を見るのが好きなので、この市浦公園は大好きな場所です。それではしばし海の風景と私の音楽をお楽しみください。はい、ありがとうございます。熊野の海は本当に美しいです。皆さんもぜひ訪れてくださいね。今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。